ふるさと、もうきらは、北海道岩見沢市にある公営のレクリエーション、施設群。施設が立地する毛葉町は起伏のある丘陵地帯であり、古くからリンゴを中心とした果樹栽培が盛んな土地だった。しかし東西を挟む形で隣接する旧栗沢町、見ると、万事地区の石炭産業が衰退し、それに伴う国鉄万事線の廃線で、流動人口が激減。 そこへ、全国的に問題となっている農家の高齢化、後継者不足も重なり、著しい活力低下が危惧された。そうした状況に対処するため、もう秋ら地区を含む岩見沢市東部給料地帯の雇用拡大、人口定着などの活性化を目的に、並行して間もない市立毛洋小学校の跡地などを利用して開設された。毛洋町の地域特性を踏まえて、 農産物や自然を全面に打ち出しており、周囲も北海道らしい大自然の風景が広がる。どの施設も木造、または木目町で建設されており、周辺の風景との調和に対する配慮も見える。当初はメープルロッジともうアキラコロシアムの2施設で運営していたが、1997年制定の北海道農業、農村振興条例に基づいて、 翌1998年に、もうキら交流センターが開設された。ふるさと経費のセンターハウスとしての役割を持つ、ログハウス風ホテル。名前は、カナダ産木材を使用したことと、敷地に、カイデの木が多く生えていたことに由来する。慢性皮膚病や、神経痛に効能がある、ナトリウム炭酸水素塩泉の温泉、フィンランド式の本格サウナ、パーティーや、 企業研修などに利用できるか支出を備える。客室はツインルームとファミリールームが各6室、デラックスツインルーム2室、およびコテージ2棟の計16室。またレストランのメニューや売店の商品には地元産素材をふんだんに使用しており、開設目的の都市と農村の交流に恥じないものとなっている。なお、 敷地内の一角には開業の2年前に閉校した私立模様小学校を忍ぶ記念碑も建てられている。開業当初はスパインメープルロッジの名称で営業されていたが、2017年10月からのリニューアル工事を経て2018年4月よりログホテルメープルロッジとして再開業した。中央バス万事線でメープルロッジ前、またはもう秋ら交流センターで下車。 ありがとうございます。